11月27日、川崎市立平間中学校で第14回川崎ケーブルテレビ杯新人戦サッカー大会中原区予選が行われました。子どもたちの心身の健全な育成とジュニアサッカーの普及を目的に毎年開催されている新人戦サッカー大会。1チーム8人制で行われる今年度の中原区予選には、小学3年生から5年生の男女で構成された15チームが参加。11月中旬から区内のグラウンドで熱戦を繰り広げています。晴天に恵まれたこの日は10試合が行われ、参加した子どもたちは大人顔負けのプレーを連発。一生懸命なプレーで来場した父兄などを魅了しました。今年度の中原区予選の決勝は12月中に開催され、予選を勝ち抜いた5チームが来年行われる中央大会に出場するとのことです。